変化球あった、ここもなんとかバットに当てましたが、ちょっと地面をバウンドして跳ね返ったボールが森の股間あたりに直撃して、いやーと、これは痛そうですね。かなり森選手現在治療を行っております、しばらくお待ちください。うわ、あ、直撃したんですね。直撃しますね、ワンマンじゃないですね。あ、一旦まあちょっと時間が読めないというところで、エンスも投球練習をやめて、まあ、マウンド後方で現在しゃがみ込んでいるという状況。まあ、選手たちも、まあ、もう今は待つしかないという感じ状況でした。あ、森選手戻ってきましたね。森選手が今ゆっくりと戻ってきたというところで、改めて、場内から拍手で迎え入れられまして、この後ゲームが再開するということになりそうです。そしてインハイに持ってきます。このインハイもよくうまく使っている田中将大です。ね、そうですね、そうですね、一番痛いところ、痛いところですね。おっと、大丈夫か。村上に対して2球目打ってきます。ファールボールです。ファールチップがキャッチャーの隅たりに当たって、ちょっと痛そうにしています。追い込まれた松本号、ツーランだってダメージないですか、大丈夫ですか今。いやー、そこ痛いですよ、僕も何回も当たったことあるんですけどね。今顎に挟まりました。大丈夫か、タイムミスですね、はい、ちょっと今初球隅谷が取れませんで、そのまま体に当たりました。今球速表示150キロ出ていました。どうですか、虫が飛んでたんです、もしかしたらそれがね。そうですね、当たったところより目の方をちょっと気にしていた、はい、うん、わお、隅谷頑張れ、うん、ファウルボールだね、はぁ、うわお、まあただキャッチャーはあのね、もちろんカップがありますから、あってもですよ、あってもですよ、さあなんとか時間が経ってね、大丈夫のようです。住谷、あそこでもっぺん腰を押すのが素晴らしいわ。あ、そうですよね、